皆さん、こんにちは。なおなお軍曹です。今日はですね、流木アート DIY ですね。流木アートについて話をしたいと思います。じゃーん。どうですか？これ。私のオリジナルの作品です。皆さん、流木は私もそうですけど、水槽に入れたりしますよね。でも使い方はそれだけじゃないんです。このように流木アートとしても使えると思います。素敵なインテリアになると思います。拾ってきた流木にニスを塗って、あとはですね、いろんな、まあこれ偽物、ね、100均とかで売ってるような、どこにでもある、ね、お花とか草ですけども、そういうので飾り付けをして作ったインテリアとなっています。これがですね、私の第一作目の作品なんですけど、今回はですね、新しい流木にまたニスを塗って綺麗にして流木アートを作っていきたいと思います。流木はね、ダムなんかに行くと、どうぞご自由に持ってってくださいっていうところも結構ありますし、自分でね、河原なんかで拾ってもいいと思います。どんなニスがいいかとか、ニスを塗るメリットとか、いろいろ話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。私の第2作目かっこよくできたと思います。今回はこの流木をニスで塗っていきたいと思います。この流木もね、自分で拾いました。室内に飾る場合は水性のウレタンニス、水性のウレタンニスがおすすめです。まあいろんな種類あるのでね、まあどれもそんなに変わらないと思いますので、水性のウレタンニスっていうのであれば十分です。で、室外ね、屋外に飾る場合はね、油性のニスで塗ってください。ニスを塗った方がいい理由を話したいと思います。3つあります。1つ目、結構流木って汚いんですよ。なので何もしないで置いておくと虫とかが湧く可能性があります。ね、防腐効果があるニスをね、塗るのがやはり適しています。2つ目はニスをね、塗って強度を高めておかないと、結構ね、時間が経った流木は簡単に朽ちてきちゃうので、ポロポロ崩れたり起きて折れちゃったりするので、ね、強度を強めるということもあります。3つ目は見た目ですね。ニスを塗っておくとテカテカしてね、なんかそれっぽく見えるんですよ。3つの、ね、メリットから、やはりね、ニスは塗っておいた方がいいと思います。マナハート頑張って塗っております。で、このようにね、透明でもかなりこう白い液が溜まってしまうと本当に白くなってしまうので、なるべくこういう溜まりはなくして、ね、均等に塗るようにしましょう。結構綺麗にね、塗れたと思います。乾くまでしばらく待ちます。乾きました。いい感じですね。さて、これからね、この流木ちゃんに飾り付けをしていきたいと思います。先ほどね、開けた穴に刺していきます。さあ、可愛く変身することができるでしょうか。うん、このようにね、どんどんカットしていきたいと思います。現実世界ではありえないですけどね、流木からひまわりが咲きました。どんな流木アートになったんですかね。実はここはですね、私の趣味で、ね、叩いているドラムだとか電子ピアノですねが置いてあったりする音楽室なんですけど、ね、ここのコーナーにこっち第1作目はありますが、第2作目は反対のコーナーに置きました。
さてどうなったでしょうか。じゃーん、完成しました。どうですか。流木アート2作目です。ひまわりが咲いてますね。カエルちゃんがいます。全体的にですね、夏っぽく仕上げてみました。マナハートが塗ってくれた流木のニスがテカテカしててね、かなりいいです。これで虫が湧くこともありませんね。長持ちしてくれます。夏なのでね、ひまわりとかハイビスカス、これすべて100均です。材料トトロはちょっと違うんですけどね。なのでこれ総制作費1000円1000円いくかいかないかぐらいですね。あ、まあ、ニスをね買うとしたらもう少し高くなるんですが、ね、そんぐらいのね安い値段でできちゃうので、ぜひ皆さんおすすめなのでね、挑戦してみてください。カエルちゃんかわいいね。このねカエルの着物はどっかの雑貨屋さんでね、もうなんか処分品とかで100円で買いました。はい、いい買い物したなと思ってます。またね、流木をね、あのダムとかに拾いに行くのも非常に楽しいので、またいつかね動画にしてみたいと思います。それではなおなお軍曹でした。ぜひ皆さんいいねと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。また気が向いたら流木アート作ってみたいと思います。それではさようなら。